TBS ラジオ展開図。こんばんは、宇賀なつみです。 TBS ラジオ展開図、この番組は今後イノベーションを起こしそうな企業や人を徹底分析、その展開図を描き、新しいビジネスワールドを組み立てる番組です。今夜のプレゼンターはニューズピックスエディタープロデューサーの野村貴文さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今夜もですね、TBS ラジオのスタジオからソーシャルディスタンスをきちんと取って、アクリル板も入れまして、はい、お送りしていきたいと思っております。はい、アクリル板スタイルもだんだん慣れてきましたね。そうですね、はい、さてこの番組ではリスナーの皆さんからの番組への感想や、この企業に注目している、こんなビジネスがあるらしい、また次はこんなサービスが来るというメッセージをお待ちしています。宛先はすべて小文字で展開アットマーク tbs.co.jp、 tenkai@tbs.co.jp です。またツイッターでも番組の情報を発信しています。ハッシュタグ展開図、この展開図はカタカナでお願いします。それでは野村さんと一緒に新たなビジネスと動きの展開を予想します。今夜はこちらに注目です。 TBS ラジオ展開図。世界的に猛威を振るう新型コロナウイルス、先進国や新興国を問わず様々な対応がなされています。医療はもちろん、経済や仕事の仕方、家族の在り方など、まさにそれぞれ国の年表に乗るような事態を各国が体験しています。世界のこの経験を歴史の専門家や生物学のエキスパートたちはどう見つめているのでしょうか。ということで野村さん、はい、今回は難しそうな話そうですね、ちょっとニーズがなければ申し訳ないんですけど、いえでもそうですよね、はい、国によってもまあ状況も違いますし、対策も違いますし、そうなんですよね。でもう本当にこう新型コロナウイルスの流行はですね、もう間違いなくこう人類史に乗る出来事を今我々がこう経験しているなって思っておりまして、で、それを受けてですね、もう本当にそう、まあ、世界のもう知性とも言われるような、もうこう世界的なその研究者、学者の方々がもう次々にそのコロナウイルスに関する、まあ、特にこう社会のが今後どうなるかっていうですね、見立てについてどんどん発表しているんですね。でもう日本でももうすごく有名な方々も続々とこう自分のこう論考を発表していて、でそのうち、まあ、いくつか非常に興味深いものを今日ちょっとご紹介しようかなというふうに思っています、はい、で1人目が、まずですね、サピエンス全史とかですね、ホモデウスっていう本を書いた、歴史学者の、ユバル・ノア・ハラリさんですね、で、まあ、サピエンス全史というのは3年前にもう日本でもベストセラーになったんですけど、もう人類は、フィクションを信じることによって、他の人類を駆逐してきて今の発展があるっていうのを描いた本ですね、で、まあ、日本でも本当にベストセラーになったんで読まれた方もいらっしゃると思うんですけど、私も実は3年前にイスラエルにあるハラリさんの自宅に伺いまして、はい、イスラエルまで行ったんですか行きました。すごい、空港から車で1時間半ぐらいの郊外にあった大豪邸だったんですけど、なんとなく、あ、ひょっとして本の印税でこれを建てたのかなとか思う下世話なこと思っちゃったんですけどそこで、はい、ちょっとこのハラリさんの見据えるこう未来っていうのを伺ってきたっていうことも実は私もやってるんですけど、実はハラリさんこのコロナの流行を受けて結構長めの論考をですね、タイム誌とかですね、あとフィナンシャルタイムズといった、まあ、新聞ですねに発表してるんですね。で、彼が一体、まあ、何を言ってるかというとですね、まず彼が言ってるのは今我々はこう二者択一に迫られているんだっていうことをおっしゃってるんですね、はい、で何の二者択一かというと、要は、バラバラになるか団結するかのどっちかだっていう、簡単に言うとってことですね、ことを、おっしゃってるんですよ、で、こんだけ、ウイルスが流行するとなんかバラバラになりたくなるじゃないですか、まあ、物理的に今距離を取らなきゃっていうことになってますしね、なってますよね、で、個人と個人でもそうですし、なんならその国と国、もう例えばもう今アメリカとか行けないじゃないですか、まあ、そうですね、行けないですよね。でアメリカから来てる方々もまずこう2週間隔離して、で、感染してないよっていうふうになったら国内に入ってもらうみたいな、そういう施策が取られてますよね、なのでもう人の往来がこのコロナウイルス の, 流行以降もう圧倒的に減ってるんですよね、で、ウイルスって基本的に、まあ、本当にもう濃厚接触とか3密とかいう言葉が象徴されるように、こう人と人との接触によってこう流行していくものなんで、基本的には、バラバラになっていけば、そのウイルスの流行は収まるんじゃないかっ
っていう意見は一つ筋は通ってるんですよね。で、なので一個我々が選択としてこうあの選択肢の一個としてあるのはこうもうどんどんバラバラになっていく、でもうそれはもうつまりもう孤立していく国ごとがっていうのが一つの選択肢ですと。でもう一つは、とは言っても、やっぱりこうグローバルに団結してこうみんなで一致団結してこのコロナ危機というこの難局にこう立ち向かっていきましょう。だから国で団結してこうあのワクチンを開発したりとか、その例えばその経済的に苦しい人がいたらあのもうあのオールワールドっていうんですかね、もう全世界的にもうそのお金をどんどん回していって、そういうふうにあの経済的に弱い人を支援していきましょうみたいな考え方もありますよね、うんうん、どっちがいいと思いますか。非常に難しい問題ですよね。非常に難しい。ただ何でしょうね、こう今世の中全体がギスギスしているというか、まあ、お互いをこう監視し合ったりとか、こうなんかあれはダメだとかこれはダメだってこうなんてそのみんなで耐えてるから、そうなっていきそうだなっていうのも感じつつ、やっぱりそれはすごく寂しいんですよね、でもやっぱり日本人は誰みんな我慢してるからとか、みんな耐えてるんだから私も頑張らなきゃとか、もっと大変な人がいるんだからとか、そういうふうに思えるのもあるじゃないですか、もうどうしてもそっちに行ってほしいなというふうに思っていて、だからみんなでやっていこうっていう方に行ってほしいですね、行きたいな気持ち的には。あの宇賀さんの意見と実はあのハラリさんの意見は近いんですよ、ハラリさんももう団結しかないっていうことをおっしゃってるんですね。で、なぜそうかというと、まずそのバラバラになることで、このウイルスの、パワーを弱めるとか、その安全を確保することは不可能だって言ってるんですよ。不可能、はい、でそれを一体どこに根拠があるかっていう と、ユバルノア・ハラリさんは歴史学者なんで、この歴史に根拠を求めてるんですね。で、実はこの中世ヨーロッパで、ペストの流行っていうのが起きまして、まあ、黒死病とも言われてるんですけど、あの当時の本当ヨーロッパの人口の4分の1が亡くなったぐらいのもうとんでもないあの流行が起きたんですね。でそれによってその権力を持っていた人たちがこう失墜していって、別 の、 そのグループがこう権力を持っていったぐらい、もう社会構造をもうなんか根底から覆すような感染症の流行っていうのを実は人類が経験してるんですよ。でその時ってあの今ほど当然ながら人の往来もないですし、なんていうかこう物の往来もないじゃないですか、にもかかわらずそんな風にもうヨーロッパ全土を巻き込むぐらいの、感染症が流行したってことは、今はそれよりももうなんかもう比べ物にならないぐらい物も人も往来してるから、まずそもそも封じ込めることは不可能、それはもう歴史的事実を見てもやっぱそういう風に考えた方がいいってことをおっしゃってるんですよね。で、やっぱり人はこうなんていうか交流をしなくなる、どんどん孤立的になっていく、内向きになっていくと、新しいこう知恵っていうのもこう生まれていかないので、むしろそれよりも、科学的な情報を世界的にこう共有したりとか、その経済的にあのグローバルでこう団結するっていうのが大事だっていうことを、まあ、こうハラリさんは言ってるっていうところで、結構こういうふうに、なんていうか、どっちだと思いますかっていうふうに言われると考えるじゃないですか。でその考えた結果、それってでもその歴史的に見てもやっぱこういうことが起きてるから、やっぱりこう今後もこういうふうにその強調していった方がいいよっていうのって割とやっぱこう説得力があるなっていうふうに思っていて、で、まあ、結構本当に今のなんていうかこう現代人あの未来は見えないんですけど、歴史から学んでこっちの方が蓋然性が高いっていう考え方は我々もできるなっていうところなんですよね。確かにこれまでもね、最初にインフルエンザが出てきた時もそうですし、スペイン風邪とかもありましたけど、必ずこう人類は勝ってきているというか、そうなんですよね、乗り越えてきている歴史があるので、多分遠い未来はきっと乗り越えているんだろうなというのは漠然と思うんですよ、でも近い未来がすごく不安というか、どうやって乗り越えていったらいいのかとか、そうですね、今年来年どうなっちゃうんだろうとか、そういう気持ちが皆さん強いんでしょうね。そうですね。でそこでもうお一方紹介しようかなと思うんですけど、もう一方もう一方はですね、ジャレド・ダイヤモンドさんという方で、一番のベストセラーは、10病原菌鉄っていう本、10病原菌鉄、この10は、打つ10、打つ10、がんですね。で病原菌はまあ今も話題になっている、今はウイルスですけど、細菌ですね、で鉄は鉱石の鉄です、あの鉄ですよね、あの鉄ですね、で10病原菌鉄っていう本も
もうかれこれ出たのが20年ぐらい前の本なんですけど、うん、実はこれも世界的なベストセラーになっていて、どういった本かというと、なぜヨーロッパがこうアフリカとか別の地域よりもこう発展して歴史的に近代は発展していて、なぜヨーロッパがこう世界各国をこう植民地にしたのかっていうことを問いとして投げてる本なんですね、うん、で、その理由をそのジャレル・ダイヤモンドさんは、この感染症に対する免疫が、彼らにはあったからだっていうことを言っていて、うん、ですね、ちょっと説明が長くなるんですけど、うん、ヨーロッパ大陸とかユーラシア大陸って横に長いじゃないですか、うん、横に長いですよね大陸が、うんうんうん、で一方でアフリカ大陸とか、南 アメリカ大陸って縦に長いじゃないですか、うん、縦に長いですね、縦に長いですよね。で横に長いのに比べて縦に長い大陸って気候の変動が激しいんですよ、うんうん、まあ日本がそうですよね、日本もそうですよね、まさに、うん、でアフリカとか南アメリカはもう日本とは比べ物にならないぐらい縦長じゃないですか、うん、まあそうですねはい、比べちゃいけないとこでしたねいや日本は四季があるなっていうのを今思い出したんだけど、まあ、そういうことじゃないですよね。そうなんですよ、うん、で、そうすると、赤道直下の国と、うん、なんならもうこの例えばアフリカでいうとこう先っぽの南アフリカの国って、うん、もう気候がもう全然違っていて、うん、でそうすると、流行るようなウイルスっていうのも違ってたりとか、うん、そもそもこう人間がこうなんていうか、生存できる環境が違ったりするんですよね、うん、だから、南から北に行くと移動するとその南ではなかった未知のウイルスに直面して人が死んでいくみたいなことが歴史上起きてたんですよ。だからなかなかこう南北間で人がこう移動していかないっていうことがあったんですね。で一方で、ユーラシア大陸っていうのは、横に長いじゃないですか。中国とヨーロッパって東西だとめちゃめちゃ距離ありますけど、でも緯度はそんなに変わんないですよね。でそれって比較的環境が似てるんで、環境が似てるところは人の往来が比較的活発だってことを言ってるんですよ。なるほど。で人の往来が活発ってことはその分こういろんなその知見っていうのがこう相互にこう交換されていって、シルクロードだ、シルクロードまさにそうですそうなんですよ。はあ。で、知見も交換されていくし、なんなら、ちょっとだけその違う自分が知らないウイルスが肺炎しているところに行っても島では至らないですよね。島では至らなくて免疫がついて帰ってくるみたいな、免疫がついて帰ってくる、そうことになるので、ヨーロッパ人はそういう病原菌に対する免疫がついたと。でそれで、ヨーロッパ人が、そのアフリカとか、南アメリカに行った時にその現地の人たちは免疫がないからどんどん死んでいったんだけど、ヨーロッパの人はそれを知らなかったから、だからその世界をこう支配できたんだっていうようなことを、ちょっと話が長くなりましたけど、ジャレド・ダイモンドさんは言ってるんですね。でこの人も実はそのコロナに対して、発言をしていてですね、さっき宇賀さんが確かに長い目で見たら、うん、そういうふうに強調してくるんだけど、やっぱ目先が大変だよねってことをおっしゃったじゃないですか、うん、でジャレル・ダイモンドさんは我々に対して、これはちなみにニュースピックスでインタビューした時におっしゃったことなんですけど、うん、日々何かを諦めろってことをおっしゃってるんですよね。日々何かを諦める、うん、例えば、まあ、奥さん旦那さんと、外で何かそのご飯を食べるとか、なるほど、ね、あとその友達とワイワイと飲むとか、うん、日々やっぱ何か我々は今諦めなきゃいけないってことをおっしゃっていて、うん、でそれは一体裏返すと何かっていうと、本当に大事で本当に諦めないものは何かっていうのを自分の中でもう一回問い直してくださいってことをおっしゃってるんですよね。なるほどね、うん、それよりも大事なことがあるだろうと今は。そうです、そうです、うん、で、やっぱりこうコロナの世界って何が一番我々に突きつけられてるかっていうと、優先度、人生の優先度だなと思っていて、一番何は我々は譲れなくて、何は一体、今こういう危ない状況だったら譲ってもいいのかっていうのを、もう一回こうなんか自分の価値観を問い直さすような時間になってるんだなっていうふうに思ったんですね。はい、もう本当にそうですよね、うん、もう今これだけ広がってきてしまったら、もういつ誰がどこで感染してもおかしくないような状況で、うん、まあ、もちろん、ね、気をつけるべきところは気をつけているんですけど、うん、本当に家族の命と健康、ええ、ここに思いを馳せることってなかなか今までの日常の中でなかったんですけど、はい、うんうんうん、飲みに行きたいとかじゃなくて、もうどうかみんな無事で、うん、こうしてね仕事でお会いしても、じゃあまた次元気に会えますようにって思うし、うん、本
当にこう命と健康っていうのが、うん、まず第一だな、それ以外はもう二の次だなっていうところになってきましたよね。そうなんですよね。だからあの本当に、普段当たり前のようにこう会えていた状態がそうではなくなってる、うん、まあ、明らかにその、日本は、戦争をしない国なんですけど、まあ、アメリカもヨーロッパも今もう戦時中だっていう前提で全ての情報発信とか意思決定がされてるんですよね。だから、まあ、そういう状況で一体何は、本当に最優先 で何は、一旦ちょっと譲ってもいいのかっていうのを、自分の中に問い直さなきゃいけないっていうところになってるんですよね。本当にそうですね。で、あと、もう一個私が本当に今回こういういろんな方の発信とか、こういうその家にいなきゃ いけない時間の中で思ったのが、ちなみにその家にいる時間って増えますよね。増えました。増えましたよね、はい、明らかに増えました。ですよね。で飲みにも行けないので、うん、まあ、ある意味その時間は増えたと思うんですよね、うん、でその時に一体何をするかっていうと、やっぱりその歴史に学ぶっていうと結構そのなんていうか単純な言葉になってしまうんですけど、過去一体何があったかっていうのを本当にこう紐解くのにすごくいい時間だなっていうふうに思うんですよね、うん、で、未来は、見えないじゃないですか、絶対分かんないんですけど、大体人類ってちょっと似たようなことは経験してるんですよね。これまで の人類、4000年5000年の歴史の中でちょっと似たようなことってのは経験してるんで、その時に一体、我々が我々とか人間がですね、どういう行動をとって、でその結果一体どうなったか、で、うまくいった事例は何か、逆にうまくいかなくて何ならもう滅亡の危機に瀕したような事例は何かっていうのを結構紐解いていくと、個人として一体今じゃどういう行動が求められるのかとか、望ましいなんていうかですね、その意思決定とは何なのかみたいなことをなんか知る考える、まあ、いい時間なんだろうなっていうのは思いましたね。うん、確かに、はい、なんか今のお話聞いて思い出しましたけど、結構哲学の本とか読んでると、うんうんうん、ああ紀元前の人も今と同じようなこと考えてたんだなみたいなこと思うときあるじゃないですか。ありますあります、よくありますね。こうパソコンも発明できてスマホも発明できたのに、うん、なんだかこう便利な世界に生きてると自分自身がこうアップデートされたような気分になるんですが、うん、人間ってほぼ変わってないんだなっていうのを改めて今回考えたというか、考えますよね、うん、なんかそのライフネット生命創業者で、うん、今立命館アジア太平洋大学学長の出口春明さん、まあ、非常に有名なビジネスパーソンなんですけど、うん、がおっしゃっていたのが、人間は、技術はもうこの数千年でもう比べ物にならないぐらい進化してると、うん、なんですけど、脳の構造は変わってないんですよね。残念ながらね、残念ながら脳の構造進化してないんですよね、うん、だから、ある意味その5000年前の人がタイムマシンで現代にやってきて、まあ、ちょっとその使い方を学べばおそらく現代のテクノロジー使えるでしょうし、うん、我々が5000年前の世界に行ったとしても多分できることってそんな多くないんですよね。うん、なぜなら脳の構造変わってないから、うん、能力値は多分そんなにないから、適応するまでにちょっと時間がかかるだけで、うん、きっと生きていけるっていうね。そう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 、いやだからこそ本当に大切なものは何なのかっていうのをきちんと選んで、はい、優先順位をつけなくちゃいけないし、とりあえず今は、はい、諦めようっていうことですね。そうです、とりあえず本当何が一番今大事なのかっていうのを改めてもう一回問うた方がいいっていう時代ですね。はい、なるほどね。でも一つすごく安心したのは、はい、孤立に向かった方がいいのか団結した方がいいのかっていう話で、うんうんうん、団結だっていうことだったじゃないですか、はい、それはやっぱり嬉しいなと思っていて、うんうん、やっぱり人って一人で生きていけないと思うんですよね、うん、当たり前ですけど、じゃあ家族だけで孤立していっていいのか、親族だけで孤立していっていいのかといったら全くそうじゃないし、はい、まあ、今は物理的な距離は取らなくちゃいけないけれども、うんうんうん、いくらでもつながれるじゃないですか、はい、いろんな技術が進歩したからこ そ、ね、だからもう国同士ももっともっと情報交換して、うんうん、いろんなもことで助け合って、はい、まあ、お隣さん同士でね、その、うん、こうお野菜分けるとかお米分けるとか、うんうん、今皆さんもやってると思うんですけど、うん、なんかこう大きな助け合い、小さな助け合いをいっぱいやっていけたらいいなと思いますよね。そうですね。で
ちょっと最後にもう一個だけ補足しておこうかなと思いまして、あのジャレッド・ダイヤモンドさんが、あのこう我々に語りかけているもの、まあ、あの本当にあの我々は日々何かを諦めなきゃいけない、だから優先順位を何のかつけろっていう話と、あとは、実はこの方最近その最近本出したんですよ、最近本を出して、危機と人類っていう本、なんか今の状況を予言してるかのような本を出してます。この状況になってから書いたわけではないないです。日本語版が出たのが確か今年の2月かそれくらいだったんですよね。じゃあもうもっと前なわけですね。もっと前なんですよ。で、どういった本かっていう と、それこそもう国の、滅亡の危機に瀕する、まあ、日本だと実はあの明治維新の事例が載ってるんですけど、あのもう本当にあの滅びるか改革するかみたいな時に、一体そのどういう国が、そこからあのこう盛り上がっていって、でどういう国が滅びてしまったかっていうのを分析してる本なんですよ。でその時に、大事なことが何かっていうのをいくつかあの箇条書きにしていて、こういう国は大丈夫だっていう、で、それが、まず最初に出てるのが箇条書きの最初が、危機に陥ってることを認めることなんですよね。なるほど、うん。 で2番目の項目が、行動を起こすのは自分であるっていうふうに責任をこう受けれるってことなんですよね。でまあ、いくつかあって、であとはそういったものをちゃんとなんていうかこう、国家の中で合意すること、だからあの一部のこの意識の高い人が、いやもう今は危機だって言ってるわけじゃなくて、みんながいやいやもう今はあの普通の状況と違いますっていうふうに、思えるかどうか、で当然あのこうなんていうか政治リーダーはそれをこう、呼びかけていかなきゃいけないし、でも政治リーダーに呼びかけただけでは限界があるんで、ちゃんとその国にいる一人一人がそういうふうに思えるかどうかっていうのが、あの本当の危機に陥った国がそこからこうなんていうかこう本当に滅びてしまうのか盛り上がっていくのかっていうのを結構分ける要因だってことをおっしゃってるんですよ。なるほど、いやーなんでしょうね。ずしんと重く響きますね。そうだからちょっとごめんなさい。なんかあの今日割となんていうかこうずしん系の話になっちゃったんですけど。ずしん系の話。いつもなんかこれから来るビジネスは何かみたいな話をしてずしん。いやでも今だからこそですよね。やっぱり一人一人がちゃんと考えないといけないし。うん、そうですそうです。認めて受け入れて、まずは認めること、はい、で認めることで認めた上で本当に大事なものは、何かっていうのをこう一人一人が選び取っていく。っていうのが、まあ、本当に、こう世界の知性の方々も発信しているし、まあ、あのもう私自身もあの非常にこう賛同するところなんですね、はい、なるほど。皆さんもねぜひこの時間にね、はい、しっかりと考えてみていただけたらなと思います。 TBS ラジオ展開図、ここで一旦コマーシャルです。 TBS ラジオ展開図、TBS ラジオ展開図、エンディングのお時間です。はい、ちょっとすごく気になったんですけど重すぎました。そんなことないですよ。いやいいお話だなと思って。いや野村さんプレゼンツ、いやもうすいません、本当にこうリスナーの皆さんにもこうどんな風にこれが受け止められてるかっていうのはちょっと気になるところなんですけど、いや興味深かったですよ。やっぱりそのね、いろんなご本読んでいらっしゃるから、でも今からそれ全部読めるかって言ったらなかなか読めない人の方が絶対に多いので、かいつまんで紹介していただくっていうのはね、実は一番ありがたいんですよ。時短効果も測れてますね。まあでもイスラエルまで取材に行ってたとはさすがですね。結構前ですけど ね、はい、当時は行きましたね。ちなみにあの私は昨日の夜イスラエルの赤ワインを飲んでいました、はい、いいじゃないですか、はい、世界が小さかった感じしますね。世界が、はい、グローバル化の時代ですね。みんなで団結しようということですね、はい。さて TBS ラジオ展開図ではリスナーの皆さんからの番組への感想や、この企業に注目している、こんなビジネスがあるらしい、また次はこんなサービスが来るというメッセージをお待ちしています。宛先はすべて小文字で展開アットマーク TBS.CO.JP TENKAI@TBS.CO.JP です。またツイッターでも番組の情報を発信しています。ハッシュタグ展開図、この展開図はカタカナでお願いします。ということで今夜のプレゼンターはニュースピックスエディタープロデューサーの野村貴文さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは TBS ラジオ展開図、また来週お会いしましょう。TBS ラジオ展開図、毎週水曜夜9時放送です。